こんにちは。こんにちは。本日の夜のご挨拶は、十条駅、JAL 十条駅です。よっよっ。朝も十条駅だったんですけど、動画撮り忘れました。忘れました。これから十条駅やるんですけど、今日のニュースとしてはですね、菅さんがですね、自民党の菅さん、総裁選の候補の菅さんがですね、不妊治療の保険適用化、これをやると明言したということで、これはもし本当に実現するんだったら素晴らしいことだということで、ぜひとも総裁選、頑張ってもらってですね、実現していただけたらなと思う次第です。結構ね、ぶっ込みましたよね。そうですね。まあ、医療費とかなかなか日本も厳しい状況ですけれども、不妊治療、少子化、人口減の対策上もですね、非常に重要な政策となってくると思うので、ぜひともですね、この現役世代の困っている人たちのためにもそこは予算かけてほしいところだと思っているので、はい、ぜひ実現していただけたらと思います。はい、はい、じゃあ、8時ぐらいまで頑張ってまいります。日本維新の会。